グニチャンネルへようこそ。本日はですね、 iPhone Tips ということで、文字入力関係の Tips をいくつかお送りしたいと思います。まずね、一つ目、辞書機能、マグロって入れますね。こちらを選択して、このアクションメニューからね、辞書っていうのを開くと、こうやって、ね、簡単に意味を調べることもできます。例えば英語をね、知らない単語を見つけた時に、このように辞書で調べることが可能だということですね。はい。で、このままウェブ検索に行けたりとか、はい、マグロでね、検索できたりとかしますということですね。はい、そういう機能がまず一つ。次、こちらね、マグロって言った状態の中でですね、数字が入れたくなりました。この数字打ちたい時はですね、このね、地球儀マークを押して、このようにね、キーボード変換して、打ちますよね、大体が。大体こうやってね、数字を出して打つとか、まあ、例えばこれでね、キーボード変換して、このように数字打つと思うんですけど、ある技を駆使することによってですね、数字の入力がすごく簡単になります。いきますよ。この状態でですね、この数字ボタンありますね、この数字の、これを押すと変わるところありますよね。これをね、長押ししながらですね、例えば数字を入力します。このように。でね、驚くことにこの長足を離した途端ですね、ほら、ひらがなモードに戻ってるじゃないですか。あえてこうやって戻す、やって戻す必要がない。かなり手間省けますよね、これね。これね、違うキーボードでも、言えることでですね、この普通のキーボードいきますね。フリップキーボードじゃなくて、このキーボードでね、例えばね、このここにね、数字ありますね。これ数字のところを押すと、こうやって数字が出て、こうやって入力できますよね。でも、これもですね、これ押したままですね、例えばこの数字にいきます。じゃあ6位押した、戻りましたでしょ。戻りましたですよ。でこのように、ね、簡単に数字が入力できる、これキーボードの裏技でございます。次に記号を入力するときなんですけどね、このまあ円とかアットマークとか、これいろいろあるんですけど、これをね、長押しするとどうなるのか。関連記号が出てきます。ほら、円だとほら、各国の、まあ、ドルとかも出てくるってことですよね。そうやって、こう、いろいろやってみると、びっくりマークでも逆びっくりみたいなのがありましたね、今。はい、このように、長押しすると、関連する記号が出てくるんですよ。はい、ウォーテーションでもこうやっていっぱい出てきますね。はい。これを覚えておけば、かなり、入力が楽になるのではないでしょうか。で、ピリオドなんか押すと3点リーター出てきますよね。はい。こういう、長押し系のティップスでございます。もう一つね、先ほどからね、こう地球儀でこうやって、キーボード変更してますけれども、実はですね、長押しすることによって、選択することができます。これはみんな知ってたかな？最後にですね、この文字範囲選択。以前にね、この、文字範囲選択で便利なティップスあるよってことでね、お届けしたんですけども、今回はですね、もう一つ便利なね、ティップスいきましょう。この文字を選択したいときってどうしてます？これ押してね、長押しして、これ全選択ってやってますよね。連続で3回タップすると、ほら、全部が選択できます。これはね、皆さん知ってるかなと思うんですけどね。このように、3行の文字列が並んでいたとしましょう。この3行を選択するときにですね、またこちらです。2本指で文字の先頭と文字の最後尾をね、こうタップすると、ほら、全部選択することができます。はい。このように簡単に文字の選択ができるんですね。このように、iPhone のキーボードには、様々なティップスが眠っております。以上ね、5つお送りいたしましたが、いかがでございましたでしょうか。では、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ね、関連するね、iPhone のキーボードに関連するティップスの動画貼っておきますので、そちらもね、合わせて、ご覧ください。それではね、このようにね、iPhone には便利なティップスたくさんありますんで、これこういうティップスもね、どんどん当動画チャンネルに、お送りしたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。チャンネル登録お願いします。イエイイエイイエイ。ではまた次の動画でお会いしましょう。